こんにちは。今日の講義は書籍アノマリー投資市場のサイクルは永遠なりについてです。この本は株式市場の周期性や季節性など歴史的な規則性を冷静に分析しシステマティックな投資戦略を提示しています。株式投資において市場の方向性を完璧に予測することは至難の業です。しかし同時に市場には明確な周期的なパターンが存在することも事実なのです。例えば株式を保有するのに最も好ましい時期は11月から翌年4月までの半年間だと言われています。この間に買い増し4月か5月に売却すればリスクを抑えつつ期待収益を高められるというわけです。果たして歴史から学ぶべき重要なサイクルやパターンとは何でしょうか。この問いに答えるべく本書の著者であるジェフリー・ハーシ氏は半世紀にわたる綿密な調査と分析の結果を公開しています。ハーシ氏が率いるハーシュ・オーガニゼーションは市場のサイクル性と季節性に関する卓越した権威なのです。本書ではサイクルと季節性がなぜ生じるのかを丁寧に解説するだけでなくそれらに基づく実践的な投資戦略も提示されています。これらの戦略は長年の時間を経て洗練されたものでどんな相場環境下でも市場平均を上回るリターンを持続的に達成できる力があると著者は自負しています。バイ・アンド・ホールドに代わるより安全で合理的な投資戦略を探しているのであれば本書はまさにその問題意識に応えるものと言えるでしょう。具体的な構成は以下の通りです。まず前半では50年にわたる研究で見出された市場の長期・短期の周期的な変動について解説されています。経済の高不況サイクルはもちろん1年を通した最適なトレーディング時期なども明かされます。確かに過去のデータからは特定の時期に売買を行えば有利になるという傾向が見て取れるのです。後半は実際の投資戦略に移り 85% 以上の高い確率で市場に勝てると証明された具体的な手法が公開されています。大統領選挙の周期性、サンタクロースラリー、最高の半年戦略などイベントに起因する信頼度の高いパターンも紹介されます。さらには戦争や平和、インフレ、政治変動など重大な外的要因が市場に与える影響についても徹底的に分析されています。市場は様々な要素と複雑に絡み合いながらそれでもある種の規則性を持つことがわかるのです。本書が提唱するのは長年の歴史から学んだ教訓をいかに生かすかという着眼点です。時間を超えて有効性が実証されてきた単純明快な投資戦略に従えば必ずや市場に打ち勝つことができると著者は力説しています。サイクルを知り、季節性を理解し、タイミングを心得ることで、驚くべき投資成果が得られる可能性が開かれるのです。本書の中心的な主張は、市場には長期と短期の両面で、明確な周期的なサイクルが存在するということです。これらのサイクルは単なる偶然ではなく、経済活動や人間の心理行動、そして様々な外的要因が複合的に作用した結果生じているのだと著者は説きます。まず長期的な経済サイクルについて詳しく分析されています。20世紀に起きた金融恐慌や好景気を振り返り平均して4年半の周期で景気が循環していたことが示されます。戦争とインフレーションの関係についても掘り下げられ、戦時下では必ずインフレが生じ平和時には不況や調整が訪れるという興味深いパターンが明らかにされています。一方で1年という短期的な時間軸でも確かな周期性が確認できるのだとハーシ氏は主張します。具体的には株式市場の好調な時期は秋から翌年の春先にかけてであり、特に11月から4月の半年間が最も有利な時期と位置づけられています。逆に夏場はマーケットが活況を欠く時期であり急速に値するとされています。さらに細かくは曜日や特定の日付によっても市場の気分は大きく異なることが過去のデータから読み取れるのだとか、販売の正規や配当支払い日など一連のイベントサイクルが市場の変動をもたらすという分析です。有名なサンタクロースラリーは年末年始の消費と資金流入が背景にある代表例と言えるでしょう。本書が注目すべきはこれら一連のサイクルの存在自体ではありません。むしろ重要なのはそのサイクルを活用した実践的な投資戦略の提示です。ハーシ氏が自信を持って公開するのは過去50年の検証を経て洗練された確かな手法なのです。
これらの戦略は単に売買のタイミングを周期性に合わせるというだけでなく、ポートフォリオ全体の組み替え方法まで具体的に指南されています。トレンドの転換期にはどう動くべきか、オプション満期日前後ではどのようなアプローチが賢明か、そうした細かな調整方法まで明かされているのです。加えて大統領選挙や政情不安、テロなどの重大イベントが市場に及ぼしうる影響もあらかじめ予測分析されています。マーケットの変動は経済だけでなく政治的社会的要因の影響を無視できないということを著者は強く主張しているのです。本書が目指すのは過去から学んだサイクルの法則を生かし絶対的な投資手法を確立することです。単なるテクニカル分析にとどまらず、根源的な原理原則に基づく戦略を展開することで、あらゆる環境下で勝ち残れると著者は確信しているのです。サイクル性を知り、タイミングを心得ることが長期的に市場に打ち勝つための必須条件なのだと力説されています。このように歴史から学んださまざまな教訓をベースに堅実かつ大胆な投資姿勢を提唱する本書の内容は、読者に新たな視座を開くことでしょう。単なる投資テクニックの紹介にとどまらない理論的で理路整然とした主張は、マーケットの本質に一歩でも近づきたい投資家にとって必読の一冊と言えるのではないでしょうか。まず何より市場を俯瞰する新たな視座を手に入れることができるでしょう。株価の日々の変動は単なる偶然や無秩序な動きではありません。むしろそこには経済活動や人々の心理、さらには政治、社会情勢など様々な要因が複合的に作用した結果として明確な規則性やサイクルが潜んでいるのです。この本を学ぶことで市場の動きを単なる混沌とではなく、ある種の法則性ある現象として捉えられるようになります。そしてこの新しい視点を持つことで、マーケットに対する認識自体が一新されることでしょう。短期的な視点からは投機的で無秩序に見えた市場の動きも、長期的なスパンで眺めれば明らかな周期性が浮かび上がってくるはずです。経済活動の好不況サイクルはもちろん、戦争とインフレーション、あるいは政治的な要因までもが市況に大きな影響を及ぼしていることに気づかされるのです。さらに1年を単位としてみれば、株式保有に最適な時期や投資を控えるべき時期まで、より詳細な規則性が存在することが理解できます。単に株価の値動きだけでなく、トレード時の心理的な側面にまで着目し、人間の行動原理から市場のメカニズムを解き明かそうとする点は、本書の極めて斬新なアプローチだと言えるでしょう。こうした数多くの事例とデータ分析に基づき、著者はあらゆる局面で市場に打ち勝つための具体的な投資戦略を提示しています。売買のタイミングはもちろん、ポートフォリオの組み替え方、オプション取引の活用法など実践的な手法が数多く明かされています。単なるテクニカル分析の域を超え、原理原則に基づく理論的なアプローチが注目に値します。加えて投資に影響を及ぼしうる重大事象について事前の備えも怠りません。大統領選挙や政情不安、テロ事件など一見投資とは無縁の出来事でさえ、実は市場に大きなインパクトを及ぼしうるのです。こうした事態にいかに対処すべきか、過去のデータから読み解かれた分析と対策が提示されているのも大きな特徴です。つまるところ、この本が目指すのは絶対的な投資理論と実践的な売買手法の両立です。サイクル性と季節性を原理原則として深く理解し、それに基づいた合理的な戦略を展開することで、どのような環境下でも長期的に勝ち残ることができると著者は自信を持って説いています。市場の本質に迫る理論的な主張と緻密なデータ分析、そして実践的な投資手法がバランスよく盛り込まれた、まさに必読の一冊と言えるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康な体と心があってこそ、真に充実した生活を送ることができるからです。どんなに知識を蓄えても、体調が悪ければその知識を生かすことは難しいでしょう。日々の健康管理と美容は、長期的に見ても自分自身の生活の質を高めるために非常に重要です。そこで今日は、皆さんにライザップ結果にコミットプライベートジムを紹介したいと思います。ライザップは、結果にコミットする、
というキャッチフレーズで広く知られているパーソナルトレーニングジムです。このジムの最大の特徴は専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人に特におすすめです。専属トレーナーがあなたの目標やライフスタイルに合わせて最適なトレーニングプログラムを作成してくれるので無理なく継続することができます。またライズアップでは食生活やメンタルのマネージメントもサポートしています。無理な食事制限をするのではなく健康的に食べながら痩せることを目指しています。トレーナーが食事のアドバイスを行いあなたがバランスの取れた食事を続けられるようサポートします。さらにメンタル面でもサポートがあるためストレスを軽減しながら目標達成に向けて進むことができます。ライズアップのもう一つの魅力は30日間無条件全額返金保証があることです。もしサービスに満足できなかった場合30日以内であれば全額返金してもらえるので安心して始めることができます。またトレーニングは1日50分週に2回と無理のないスケジュールで行われるため忙しい方でも続けやすいのが特徴です。さらにライズアップでは無料カウンセリングを実施しています。興味がある方はまずカウンセリングを受けて自分に合ったプログラムを確認することができます。そしてトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため周りの目を気にすることなく集中して取り組むことができます。マンツーマントレーニングなのでトレーナーがあなた専用のプログラムを作りあなたのペースで進めることができます。これによりダイエットやジム通いが続かなかった人でも無理なく続けることができるのです。無理な食事制限なしで健康的に痩せることができ理想の体を手に入れることができます。さらにリバウンドしにくい体作りをサポートするためのプログラムも用意されています。これは一時的なダイエットではなく長期的に健康を維持するためのプログラムです。トレーニングを通じて基礎代謝を上げ筋肉量を増やすことでリバウンドしにくい体を作ることができます。ライズアップはダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスを提供しています。体重を減らすことだけでなく体全体の健康を向上させることを目指しています。テレビ CM でおなじみの結果にコミットするという言葉通りライズアップはあなたの目標達成に向けて全力でサポートしてくれます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。